最近増えてきたなっていう印象で、副詞とかを頭に入れとくといいのかな、こととか、なんか順調にとか、はい、そういうのがあると、なんか、改正って400人いるんですよ、またね、だから割ると、実はつくこまとか灘に負けるんですか。Hello there! 始まりました。アブリジチャンネルです。今回はですね、何旅だか分かりませんけどですね、うちの準レギュラーでしたっけ、新たな。準レギュラー、それは細井先生でしょ。それは細井先生。ですね、はい、はい、小橋さんにおいでいただきます。お願いします。今回はですね、小橋さんのなんか本が、はい、何回出るんだろうと。何回出るんだろう。嬉しいですけどね。何回出てるんだろう。はい、嬉しいです。もうやめろみたいなコメントが。多分出てるし、はい。グラフの読み取りとか、図法の読み取りっていうのが出てて、で最近入試問題見ててもですね、うん、結構英語でも増えてきたんですよ、図表の読み取り。小論とか英作文とか。そうですね、小論文は昔から結構あったじゃないですか、はい、で英作文もまああったことはあったんですけど、うん、ちょっと最近増えてきたなっていう印象で、うん、まあ、あとはまあセンター試験でもね、ずっと昔から読解には出たりもしますし、これからリスニングにも多分いろいろ出てくるし、はい、あとは4技能試験ですね、ティープとかも大好きなので、うん、もうたくさん出てくるわけですね。そして GTEC、CBT とか、いろいろグラフの読み取りしなきゃいけないっていうですね、はい、あと IELTS ですね、うん、っていうのがあって、で思うのが、まあこの間も授業でやったんですよ、グラフの、はい、読めないですね。そのグラフ自体は日本語なんですよ、日本語で書いてあって、はい、で英作文にそれを使って書けっていうのですが、はい、もう全然書けない。英語が書けない、まあ、英語も書けない人たちはいっぱいいますけど、そもそもグラフを読み取り間違えちゃうって人がすごくいっぱい。日本語で書いてあるんですけど、そのグラフの内容が分かんないんですよ、はい、グラフの読み取り方をですね、なるほど、小橋さんに教えてもらえばいいんじゃないかなと。図表というふうに僕は本では書いてて、まあ、図表がまあ表とですね、あとはグラフに分かれるんですね。グラフが多いと思います。読み取るのは難しいグラフなの で、一応先に言っておくと、表に関しては皆さんが普段勉強するときに、だから歴史の年表とかですね、はいはい、こう表形式出てくるものたまにあるんですけど、表に関しては基本的には全て覚えないといけない。ほうほうほう。全て覚えてほしい要素だからピックアップして表にするので、うん、基本的には全部覚えるっていうのは前提だと思います。でそれと比べてグラフに関しては、その結果としてグラフを読み取った意味を理解をしてほしいので、グラフそのものを暗記する必要はないですね、普段の勉強において、うん、でそれこそ試験に出てくるような時、数値がですねどうかっていうのも当然分からなきゃいけないし、そこから言えることが何なのかっていうのをまあ示してほしいわけですよね。だから例えば、はい、まあ、じゃあこういうグラフがありましたと、じゃあ これから言えることを言いなさいって言ったら、まあ、なんか特徴としてはなんか下がったのが上がってるんだよなみたいな、じゃあ何なのと、下がったが上がっている終わりっていうことを求めているわけではなくて、じゃあなんかここに何かあったんじゃないかなと理解をしてほしいわけですね。でその時にじゃあどういうふうにグラフを読んでいくかなんですけど、まず最初にやっぱ注目しなければいけないのが、まあ、時空です。はいはいはい、この縦軸と、横軸と縦軸の軸が何なのかっていうことがまず大事ですね。高校生の方とかがやるようなグラフだと、大体横は時系列のことが多いと思うんで、まあ、そんなに迷わなくてもいいんですけど、縦軸ですよね、単位とか、あとはその何の単位なのか、そうです、例えば 何トンとかですね、何億円とか、まあ、何ビリオンとかミリオンとかってやったら場合、何が何ミリオンなのかとか、そこをきちんとこう理解をしないと、なんとなく100万が80万になって120万になりましたって言っても、何がってことも分かってないとダメなので、まあ、そこを確実に読み取らないといけないと思います。これ結構間違っちゃって、その何人とか何パーセントとか読み間違っちゃう人がかなりいるんですよ。そうですね。であとは、まあ、これ聞いちゃうんですか、これ一回ボケようかと思ってたんで、あ、ボケようかと、はい、一瞬あれのね、鼻緒のあのあれかと思ったよ。なんとか関数かと思ったんだけどね。例えばこういうなんかグラフよくあるじゃないですか、うん、僕の本の中にも書いてあるんですけど、なんか棒グラフと折れ線が混ざっとるよみたいな、だこういうの注意なんですよね。だ本当は情報を処理するという意味では分けてほしいんですよ、このグラフは。なんだけど分かりづらくするためにあえてやってるんじゃないかと思うんですけど、例えば折れ線グラフの方のメモリは例えばこっちにあって、はいはいはい、棒グラフのメモリはこっちですみたいなものだと、なんかそれを勘違いをしてしまうと、その単位とかその数量を完全に、ま、読み間違えてしまう。
でそれを多分なんかこう英語とかだと補足でなんか英文がこう書いてあったりとかすると思うんですけど、やっぱりそういうところをまあやっぱ軸を捉えるっていうのを失敗すると、まあ、一番良くないのかなというふうには思いますね。でアイエルスとか、まあ、ライティングとかだと大体、はい、まあそうですね、この要約をするときにちゃんと目立ったところに注目するとか、うん、ここがそうですね、これだと一番高いし、ここも一番ですね、うんうんうん、でかいんで、そこにちゃんと注目して、あとトレンドですよね、目立ったところとトレンド、どういう動き、これだったら上がってる、これだったら上がって下がってるとかっていうのをきちんと書かなきゃいけなくて、キープのリーディングだと厄介なのはこういうの出てきたところにで選択肢が、あのさっきのライティングとかだとその原因とか予想しちゃいけないんですけど、そのティープのリーディングだとその原因はおそらくこうだろうみたいなのが書かれてて、でグラフに一致するのはどれでしょうって出てくるんですよ。このグラフから言えるその因果関係とかですね、物々が並んでて、でだ書いてはいないけれどもそれ矛盾しないのはどれでしょうみたいなのが出ちゃうので、それまあ教員とかからも文句が出たんですよ、こんなの出していいのかみたいなのが出たんですけど、そういうのが出てきたりもするので、かなりキーパーのグラフの読み取りっていうのに力を入れてるんですよね、うん、あの副詞とかを頭に入れとくといいのかなと。あ、はい、なんかだんだんととか、なんか順調にとか、ラジオがいいとかね、はい、そういうのがあるとなんか、コンシステントとドラマティカリーとか、ドラスティックとか、なんかそういうのを入れとくと書きやすいのかなと。急激に伸びたとか、だんだん伸びてるとか、だんだん落ちてるとか、うん、結構そういうの書くこと多いじゃないですか。図表が読み取れて、でさらに、それを表せる表現を知っておく、はい、まあ、そうですね、多くの受験生がどっちもないっていう状況でそれで受けに行くので、それそうですね、全然4技の試験とかに対応できてない、うん、グラフとかあります、書いてる。ああ、円グラフめちゃめちゃ嫌いなんですよ。え、そうなんですか。はい、あの多分コンサル関係者で円グラフ嫌いなことが多くて。そうなんですね。あれ軸が、軸がないんですよ。そうですね、軍軸がないで、はい、このなんかピザみたいになってそうそうそう、ピザは好きなんですけどね、はい、僕そうですね。あとレイダーチャート、はいはいはい、ありますね、レーダーチャートもそうですね、軸ないんで好きじゃないですね、うん、すごい何角形ですかそれ複雑十二角形みたいな。レーダーチャートはどこが好きですか、顔何点とか背何点、急に下世話の話になりました、面白さとかですね、はい、金とか姉って何、親親って何ですか、その相手、はい、結婚相手、あ結婚相手ね、あなるほど、こういうレーダーチャートとか、そういうのに普段から読み取り慣れてない、はい、で、なんだって大学入ってから重要になるじゃないですか。そうですね、なんかあの資格試験とか、あとはまあ大学受験だと実はそのさっき言った話で言うとグラフの軸をちゃんと理解した上で、まあ、読み方ですよね、理解してその上で特徴を探すと、であとはまあ問題を解くなりそのアウトプットするための、あの知識ですね、それがあればどうにかなっちゃうんですけど、大学以降になると今度そこからグラフの結論とか、そこから言えることを見出すってことがめちゃくちゃ大事になってくるので、まあそこをですねぜひ皆さんまあ習得してもらえると、そのまあ試験の問題の対処っていうのはともかく普段の勉強とか将来の勉強でめちゃめちゃ役立つんじゃないか。あ、自分自身もすごいこういうの読まなきゃいけなかったですか、論文書くときに。あ、そうですね、論文なんてまさにデータの嵐ですからね、きちんと読み取ってで書く、で自分が論文出すとき、うん、論文出すときにも書かなきゃいけなかったりとかありますしね、うん、で社会に出たらそうですね、いっぱいこういうグラフを読み取るわけですよね。そうなんですよね、だからそれこそ多分ね、こうビジネスマンとかになる人だと、まあ、こういうグラフがあって、じゃあ入っても100万円です、200万円です、300万円ですってグラフがあったときに、これ上司に説明したときに100万200万300万ですって言ったらバカ野郎って言われるわけじゃないですか。だから何なんだよっていう、そのやっぱ結論をみんな欲しいの で、うん、 ですね、そのそこをきちんとこう見出す練習をしておくことはすごい大事かなと思いますよね。そして気をつけなきゃいけないのは、うん、グラフや数字は嘘をつくっていうのね。あ、そうですね、謎のグラフいっぱいありますもんね、世の中は。本当にこれは全然合ってなかったりしますね。あ、なんかテレビでありました、ね、こうやってすげえ伸びてるように見せるみたいな。でもここはなんか 20% 伸びて、ここは 5% だったりみたいな。そう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 、ほんのちょっとしか伸びてないのになんかものすごく大きく見せるとか、ね、はい、やっぱり週刊誌の数字もどうなのかなって思うんですよね。東大合格者数、ね、日本一とかって、はい、すごいこう、まあ、メディアでも取り上げて
くれるんですけれども、ただ冷静に考えて人数多ければ得じゃんって話じゃないですか、はいはいはい、だから僕もう改正に入る前から思ってたんですけど、はい、なんであの合格者ランキングって卒業生で割らないのっていう。そうですね、そうなんです、ね、だから改正って400人いるんですよ学年、はい、だから割ると実は筑駒とか灘に負けるんですね、はいはいはい、でやっぱり筑駒最強なんですよ、はいはい、でやっぱ灘も次に最強で、うん、改正はその次ぐらいですよ合格率でいうと。なんですけど、やっぱなんかそういう計算を処理をかませないので、なんかこう人数多いとこが有利みたいな。その早稲田大学何人、慶応大学何人って言って、それ早稲田が最初に出るんですよ、数字でっかくなりますから。その募集人数が全然違う。ああ、なるほどなるほど。それは早稲田に合格してる人の数の方が圧倒的に多いの、それ当たり前なので。なるほどなるほど。なのでどこの予備校でも絶対早稲田さんに出すに決まってるわけです、うん、数字がそっちの方がどんどん大きくなるので、軽装で出さない慶応の方がどうやったって少なくなるんで、うん、でなんかみんな、あ、早稲田にみんな受かれるんだみたいな、なんかわけのわかんないことを思ったりするけど、うんうんうん、違いますからね、募集人数が違うんですよ。確かにそれは、確かにそれは本当にいい話ですね。これ役に立ったんじゃないですか。いや、もうぜひね、参考にしていただければ。多分後半の部分でほとんどもう視聴者がいないでしょうけど。いやいやいや、この辺でしょ。みんな離脱するとしたらこんな金親らへんですよ。コメント欄でみんなレーダーチャート見てます。小場所って書いて。なあ。カオス。ああ、なるほどね。そうっすね。だから顔1、背はまあ平均2、面白もまあ 1.5 ぐらいですかね。金もまあ1以下です。そんなことないで、はい、で親もなんで金以外は否定しないんですか。まあごめんなさい、1とか、いやいや視力言ってたのかなって。今回ですね、小林さんにおいでいただきました、ありがとうございました。そうです。 Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.